みなさんこんにちは国際薬膳講師の中名こと久美です今日の薬膳ラジオは私たちの体調の変化に大きく関わる七つの感情 七条についてお話ししようと思います。突然ですが、皆さん、最近毎日どんな気持ちで過ごしていますか寒くてうつうつとしているという方。何かに対して怒っている、あるいは悲しい出来事があって塞ぎ込んでいるという方。また、家族の秘密を知ってしまって驚いているという方もいれば、 先の見えない未来に不安でいっぱいという方もいるかもしれませんね。それとも今年になっていいこと続きで嬉しくて仕方がないという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。そんな喜怒哀楽が私たちの体調に大きく関わっていると中医学では考えられています。今でこそストレスは体調の悪化に多大な影響があると 当たり前のように言われるようになっていますが、中医学では大昔から精神と肉体を分けることなく考えて、マイナスの感情だけではなく、喜びのようなプラスの感情も、行き過ぎると体に悪い影響を与えると説いています。そこで、今日は私たちの人間の感情の中でも、体調に影響があると考えられている7つの感情について、 これからお話ししようと思います。まずは、怒りの感情。怒りの感情が強くなると、五臓の中の肝の機能が低下します。イライラして、気の巡りが悪くなり、肝の気が異常に上昇してしまいます。それによって、顔が赤くなる、目が充血する、のぼせや頭痛、めまいが起こる、 手足が冷たくなるなどの症状が起こります。ちなみに中高年になると男女問わず怒りっぽくなる方結構いらっしゃいますよね。年齢を重ねることで腎の潤いが不足し、肝の気を抑えられなくなってしまいイライラしてしまう。怒りの感情は肝と密接に関わっているんですよね。次に、 喜びの感情。喜びの感情が強くなり度が過ぎると、五臓の中の心の機能が低下します。心の気が緩み、集中力が低下したり、忘れっぽくなったり、あるいは、正気を保てなくなって、普段では考えられない行動に出たりということもあります。喜びの感情がマイナスに働くというのは、 正直すぐにはイメージがつきませんが、喜んで浮かれすぎて日常のことがおろそかになるというのは想像つきますよね。なかなかそこまで嬉しいことって起こらないので、個人的には何とも言えないんですが、ただ苦労して試験に合格して気が抜けて病気になったりとか、あと映画なんかでは喜びすぎて 慌てて道に飛び出して事故で死んでしまったりとか、たまに見かけるので、そういうことは避けたいところですね。そして次に、思い悩む感情。長い間考え込んだり、思い悩む感情が強くなると、五臓の中の火が損傷し、食欲不振や消化不良、便通の悪さ、倦怠感やむくみにつながります。 くよくよ考えると食欲がなくなったり、消化が悪くなったりするというのは、皆さんも経験がある方が多いのではないでしょうか。あの人は何を思ってるんだろうとか、試験の結果はどうだろうとか、自分の力ではどうにもならないことについて、人間はつい思い悩むことが多いのではないかと思います。考えても仕方がないことほど考えてしまう。 とっても矛盾していますが、それが人間というものですよね。また、恋愛中は片思いでもお付き合いしてても結局思い悩んでしまうという方多いんじゃないでしょうか。食欲が落ちたり消化機能が低下すると全身に運ばれるはずの気、血、心液が不足してしまいます。体が十分に栄養されないと 気力、体力が落ちて、さらに悪い方向に考えてしまうという負のスパイラルに陥りがちです。考えても仕方がないことに対する自分なりの割り切りの仕方や気分転換するルーティンのようなものを習得して、自分の感情を上手にコントロールできるようになりたいですね。そして次に、憂いの感情と悲しみの感情。 これら二つが強くなると、五臓の中の肺の木を損傷してしまいます。悲しみすぎると呼吸困難になったり、体力や体をウイルスや菌などの外敵から守ってくれているバリア機能が低下。病気をしやすくなったり、さらには気力がどんどんなくなって、人に会いたくなくなったり、性格が内向的になったりします。でも、 どんなに普段明るい人も、たまには気だるいムードでいたい時ってありますよね。そういう時に、少し周りと壁を作って自分と向き合い、じっくり考えるという方もいらっしゃると思います。ただ、それが激しく訪れたり、あまり長く続くと体に影響を及ぼすので、ご注意してください。次に、恐れの感情。 恐れの感情が強くなると、五臓の中の腎を傷つけてしまいます。いつも何かに怯えてビクビクしていると、人が司る蓄える機能が低下して、いくつになってもお漏らししてしまうという方もいます。他にも、白髪が増えやすくなったり、足腰に来たり、歯が抜けたり、男性の場合は、 精子が漏れやすくなったりという場合もあるんです。そして最後に驚きの感情。強いショックを受けたり、思いもよらなかったことを目の当たりにしたりすると、人は精神の拠りどころがなくなって、どうしていいかわからないパニック状態に陥ります。この驚きの感情も、人の気を大きく損傷してしまいます。 昔なんですが、とある知り合いの女性が結婚詐欺にあって、その方のお父さんがショックで歯が何本も抜けてしまったという話を聞いたことがあります。今思えば、そもそもジンの力が弱まっていたご高齢のお父さんがあまりのショックでジンに大きなダメージを受け、歯が抜けてしまったんだと考えられます。 他にも驚くほどの短期間で髪の毛がすべて白髪になってしまったりっていうのもよく聞きますし、あとお子さんで親からものすごい勢いで怒られておしっこを漏らしてしまうというのもありますよね。えここまで怒り、喜び、思い悩み、憂い、悲しみ、恐れ、驚きの7つの感情と、 それが行き過ぎた時に生じる体調の変化についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうかいずれの感情も普段生活する上で起こるちょっとした感情の変化の範囲内と考えれば、私たちの体に害を及ぼすことはなく、むしろ人生が豊かになるスパイスとして働くことの方が多いものです。しかしながら、突然の感情の変化や、 その変化があまりにも大きかったり、または長期にわたって続いたりすると、私たちの増幅に多大な悪影響を与えてしまうんです。私自身、基本的に朝起きてから寝る時までずっとテンションが高めで、落ち込んだり思い悩んだりするということがほとんどないんですけれども、そういう人は悲しみや憂いへの耐性があまりないので、 この先ちょっと心配ですね。でも、自分にもしそんな時がやってきたら、そういう時こそ、きちんと食養生して、体を立て直すことによって、逆に感情に働きかけていこうと思います。それでは、今日の10名の薬膳ラジオはここまで。次回もまた、皆さんの養生生活に、 お役に立つ情報をお伝えできればと思っていますので、ぜひ聞いてみてくださいね。